しっかりと背中をまっすぐを保って下ろしていきます。こうならないように体を下ろしていきます。こんばんは。今日は胸のストレッチをやっていこうと思います。今日腕が上がらない人がいて、まあ、腕をこのぐらい上げると痛いとか、あと鼻をすすったりしてちょっと力が入るとこの胸が痛いっていう人がいたんですが、胸の筋肉のこの大きい触れるところの奥にある小胸筋というところが痛んでいて腕が上げにくかったりとか、鼻をすするようなちょっとこの辺りに力が入るようなことをしても、痛いというのがあったので、胸周りのストレッチをやっていこうと思います。でもその人は、ね、体のねじれもあったので、体のねじれ、体をねじるストレッチとあと胸を広げていくストレッチをやっていこうと思います。で昨日のクイズの答えなんですが、腰椎が5つで胸椎が12あります。でこれをバランスよく動かしていくというか、動くことによって体が支えられたり動いたりとかこうひねったりとか倒れたりとかするので、しっかりと、背骨周りの動きが出やすい状態っていうのを作っていくのが大切になってきます。それでは胸周りのストレッチやっていきましょう。それでは最初にボールを使ってちょっとマッサージをしていこうと思います。壁にボールを置いて胸で挟んで左右に動きます。少し位置を下げたりとかしながら胸周りを全体的にマッサージしていきます。である程度柔らかさが出たら硬さがあるところにボールを置いて手を上下させます。ストレッチをする前に少し体をこうやってほぐしておくとストレッチの効果がより高まるので、ぜひやってみてください。で大きいボールがない人はちっちゃいボールでこう転がしたりとかするのも有効です。ハンドヘルドだとこう転がしやすいので、こういうのを持っている人はこういうのでやってみるのもいいと思います。それではストレッチをやっていこうと思います。でなぜ胸のストレッチをするかっていうと、例えば小胸筋がこう固まっているとこういう風に肩が大げさに出ます。でこうしてしまうとこう腕が上がらなくなってきてしまう。背中がこう丸くなったりとかするとここが固まってなくてもこう丸くなってると上げ幅が少なくなってしまって体が起き上がると自然と手の位置が高くなってきます。なので、ね、胸周りそしてこの胸椎の部分がしっかり動くってことは大切になってくるので、これはストレッチで動かしていきます。では最初に壁に向かって手を肩の高さぐらいにつきます。で一歩ぐらい下がって体が斜めになるようにして、でこの体勢から体を下げていきます。しっかりと背中をまっすぐを保って下ろしていきます。こうならないように体を下ろしていきましょう。ではそのまま今度は手を上げていきます。でこの時に体がこう上げた時にこうひねったりとかしないように壁を見て正面を見て手を上げていきます。で次は近づきます。壁にひっつくぐらい近づいてこのまま手をずっと上に上げていきます。そして手を壁から離す。壁に近づいて手をぐーっと上げていって壁から手を離す。この時にこうならないように体を
を壁についたまま、を保ちます。次はそのまま壁についたまま、手を横へ広げて、体をひねります。手はしっかり伸ばしてなくても曲がり気味でも OK です。では、これに続けて今度は体をひねるストレッチをやっていきます。では最後に体をひねるストレッチで上体をひねっていきましょう。四つん這いになります。で、手を頭の後ろに持っていって、肘が上を向くように体を向けます。上に向けます。で、あとこの骨盤周りも安定させて、こういう風にならないようにしていきます。次はお尻をかかとにつけたこういう状態で、手を同じようにしてひねります。四つん這いが難しい人はこれでもいいかなと思います。これの方が腰回りが安定しているのでやりやすいと思います。では今の流れを 2,3 セット繰り返して胸周りを広げて、そして動きを良くしてみてください。はい、今日のストレッチはどうだったでしょうか。胸周りがしっかり動くと肩周りの動きもすごく良くなるので、肩周りの動きが悪いなと思う人もやってみてください。最初に説明した通りで、肩周りの動きが悪い人がこれだけでも改善したので、ぜひやってみてほしいと思います。そしてあとはこう胸周りが固まってくると呼吸が浅くなったりとかしてくるので、そうすると呼吸が浅くなると疲れやすくなったりとか病気になりやすくなったりとか、そういった面も出てくるので、そういった部分を防ぐためにも、体調を良くしていくためにも背骨の動きを良くしていくというのは大切になってくるので、前回の動画の全体的な背骨の動きがストレッチと合わせて、より背中が丸くなっているのが気になる人とか、肩周りの動きが悪いのが気になる人とか、疲れやすいなと思う人は、この上部の動きを引き出すエクササイズを合わせてやってみてください。そうするとよりよく動くようになると思います。さあ、今日のクイズは胸の働き、そして呼吸ということで、呼吸からクイズを出していこうと思います。で、人間は酸素を吸って二酸化炭素を吐くと言われていますが、息を吐いた時の割合というのは窒素が一番多くて 79% あります。空気中にある窒素が一番多いので、窒素が一番多くなるのは当たり前なんですが、次に多い成分は何でしょうか。息を吐いた時に多い成分で、窒素に次いで次に多い成分は何でしょう。それでは今日の問題です。答えは次回の動画で出していくので、よかったら次の動画も見てください。それでは、チャンネル登録、動画の高評価、コメント、SNS でシェアなどお待ちしております。